シャルル・アンドレ・バンローの肖像が、オいのルイ・ミッシェル・バンロー作。シャルル・アンドレ・バンロー、または、カルル・バンローは、フランス王国の画家。ヤコブ・バンローの孫、ルイ・アブラム・バンローの息子、ジャンバティスト・バンローの弟。ネーデル・ラント連邦共和国出身の画家家族版、ロー家のうち最も有名な人物である。作品は、宗教が、歴史が、神話が、肖像が、グイゾ像。 風俗画などと多岐にわたる。諸女マリア、1738年作。ニースで生まれた。兄のジャンバティストと共にトリノに向かった後、1712年にローマに移り、画家のベネデットルティと彫刻家のショーピエール,ルグロの下で学んだ。1723年にイタリアから離れるとパリで働き、アカデミーロワイヤルで学び、1727年に歴史画で、 初めて賞を獲得した。1727年に再びトリノを訪れた後、サルデーニャをビットーリオアメデイを二世に雇われ、そこでトルクアート達成を題材とした絵画をいくつか描いた。1734年にパリに移住、翌1735年には王立絵画彫刻アカデミーのメンバーになり、その後も素早く出世を遂げた。ポンパドゥールプジンラフランス宮廷は、 ンド王のパトロンになった1762年、セイミシェルシール勲章を授与され、国王の筆頭画家に任命された。彼は、宮廷画家として、最も成功したが、肖像画と歴史画でも全ヨーロッパで大成功を収めた。1765年7月15日、パリで死去した。絵画のスタイルのシンプルさとデザインの正しさ、及び、イタリアの偉大な画家から学んだことで、 バンドウはフランスの絵画界を浄化するのに大きく貢献した。しかし、後に彼の作品に対して行われた惜しみのない賞賛は現代では過大評価とされる。彼のパトロンには宮廷の人物、ゴブラン工場、教会などが含まれる。死後の数世紀間、バンドウに対する評論における名声は下がったが、彼の能力は立派であり、作品の質とバラエティは、 尊敬に値する。彼の諸女の結婚はルーブル宮殿に所蔵されている。ありがとうございます。